ね金沢 J チャンネル。皆さんこんにちは、 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり味機構は100万ボルト金沢高柳店で4月20日21日と2日間にわたってマルシェに出店した4店舗をご紹介したいと思います。はい、ということで100万ボルト金沢高柳店さんへやってまいりました。これ実はですね、前日の20日土曜日なんですけれども、うちのチャンネルでご紹介させていただいた質疑屋さん、オイスタービールめぐみを販売されている質疑屋さんとばったり会いましてですね、そしてあれここで出店されてたんですねっていう話から今回の取材が急遽決まったという、そういう次第でございます。こちらは仮女の会のジビエ藤子さんのキッチンカーでございます。こちらではレトルトのカレーや、そして仮女のすすめというね書籍なども販売しておりまして、で、主なメニューといたしましてはハンバーガーやソーセージ、ワッフルなどでございます。こんにちは、仮女の会のジビエ藤子と申します。ね、人の YouTube に出るとなかなかないんですけども私実は、2024年の1月1日、能登半島地震でちょっと被災してしまいました。実はあの富士山という名前の農家民宿をもう全国の皆さんに集まってもらいたいなと思って作ったんですけども、残念ながらこちらの方も、全壊してしまいました。本当に1月1日から辛い毎日がいろいろ続いたんですけども、ようやく少しずつ前を向くことができるようになりました。作ったばかりの富士山が潰れてしまったことに関しては本当に私以外の方たちにも残念だねっていう思いがたくさんあったと思うんですよね。ただ私の中ではこの富士山やめるつもりはございません。実は今現在キッチンカー富士山いちごということで今キッチンカー始めたんですね。昔もやってたんですけども、この富士山のキッチンカーで売ってるものはもちろんジビエのハンバーガー、そしてジビエのホットドッグ、その他にも実は美味しい美味しいワッフルとか、あとはパフェでアイスクリーム、なぜジビエ以外もあるんだっていう話なんですけども、これはあのやはりねジビエだけでは大変だよ、今稼がなきゃよって言われて、他のものも用意しなさいって言われたのでそれを用意しました。はい、そんな感じです。なので富士山の場所にまあ、更地になった後、この富士山のキッチンカーだったり、あとはこの後キャンピングカーすっごく欲しいんです。このキャンピングカーを置いたりトレーラーハウスを置いたり、どうにかしてまたこの宿を復活したいなっていう思いはまだ持ってます。なのでぜひ皆さんのご協力とかご支援いただきたいなと思ってますので、私の、ジビエ藤子チャンネルっていう YouTube あるんですけども、こちらの方もぜひ見ていただきたいですし、あと Facebook とかでジビエ藤子、まあ、ジビエ藤子で検索していただきますと Instagram とかたくさん出てます。その中に実はあの支援のそういう QR コードとかも探せばありますのでぜひそちらの方からご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きましては100万ボルトに入るとすぐ右手の方に出店していらっしゃった宮川菓子店でございます。この和菓子屋さんなんですが、かつて僕が配信させていただいたマッカナーレさんのすぐ隣ということで、何かしらのご縁を感じる次第でございました。お母さんは何が顔出し、ああ私はいいです今の一人でモザイクで消しますんで、はい、モザイクモザイクなら使ってください、ね、ということなのでありがたく使わせてもらっております。で、お店の PR をお願いすることにいたしました。ではどうぞ。創業80年格式ある和菓子屋宮川菓子店です。あのいろいろ昔からの、和菓子を取り添えてます。ぜひお越しください。お店の方は金沢駅すぐ近く笠市町別院通り上にございますので、ぜひお立ち寄りください。
こちらは平見幸農園のキッチンカーのそらとでございます。こちらのキッチンカーでは農園で採れたブルーベリーを使用したクレープやドーナツ、そしてドリンクなどを販売しておりました。農園の場所なんですけれども、能登町というところの柳田という場所に農場とそして加工場がございます。石川県能登町の柳田にあるブルーベリー農家平見幸農園です。こちらのキッチンカーではその能登町のブルーベリーを使ったクレープやドリンクのスイーツなどを販売しています。1月1日の地震から今いろいろと、状況が変わりつつありますけど、私はまた金沢に帰ってきて能登のブルーベリーを広めるために、日々動いてますので、また見かけた際にはぜひお立ち寄りください。そして最後のご紹介になるんですが、白山市にございますエステサロンスマイルリングのキッチンカーでございます。こちらのおすすめ商品というのがですね、自家製のジンジャーエールでございます。そしてこのキッチンカーは今年から新たに始めたとのことで、そのあたりのお話も伺ってまいりました。白山市でプライベートサロンをしておりますスマイルリングの佐藤理香です。今年もっと美容と健康を身近に取り入れていただきたいなというところで、自家製ドリンク専門のキッチンカーをオープンさせていただきました。こちらは白山市の無農薬の生姜を使ったジンジャーエールがすごいメインのドリンクにはなるんですけれども、その他にもレモネードであったりとかいちごミルクなどいろいろなものを取り揃えております。茶の木スマイルリングは美と健康を願い心を込めてドリンクをお作りしております。ぜひ一度ご賞味ください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。